皆さんこんにちは、ボンドチャンネル通知パフォーマンスです。今回はボンドショップ名古屋でカスタマイズした車両を紹介したいと思います。紹介してくれるのはいつもの井村店長です。よろしくお願いします。お願いします。今回紹介する車がこちら、はい、AMG G63、はい、ゲレンデまだありますか？まだありました。もうさすがに引き出しないだろうと思ったんですけど、はい、まだありましたね、はいはい、こちらを今回ご紹介させていただきたいと思います、はい、今回実はこれ完成前にも僕とカメラマンこうちらっと見てて、うわかっこいいじゃないですか、あれ撮りましょうって言ったら、うん、まあ、それ完成形じゃなかったんですよね、うん、はい、さらに完成形のその先だったということで見られてたわけね。そうなんです、はい、これいろいろポイントがあると思うので、はいはい、順番にご紹介させていただきたいと思います、はい、で外装全体的なイメージとしてはこれもう真っ黒なんですね。そう、すべてマグノナイトブラックになってます。純正のマットで、はいはい、ペイントしてあるということで、はい、もうメッキパーツほぼないですね。メッキパーツ全部ないです、はい、グリルもそうだし、このスターマークもそうだし、はい、その他のところも、あとはナイトパッケージが入ってるんで、はい、ヘッドライトなんかも、そうそうそう、もともとそのお客さんが、AMG 東京さんで新車を買って、でたまたま知ってる営業さんでお客さんの納車前に車ピックアップしてボンドボディでエアロとか塗ったりして戻って、新車カスタマイズなの？そうそうそう。なるほど。でお客さんも頼んだ仕様をちょっとよく分かってなくてそんなことあります？そんなことありますって感じでしょ、はい、でナイトパッケージがついてるっていうのは聞いてたの、はい、だけどナイトパッ黒のナイトパッケージ確かできないんじゃなかったでしょうか？あ、できるできるできる。そう、 MG 東京はナイトパッケージできて、はい、でナイトパッケージマグノっていうのと、はい、ナイトパッケージっていうのがあって、はい、ナイトパッケージはこういうとこがあのグロスの黒、はいはいはい、でマグノってつくと同色、あ、そうなんですか、うん、そうマグノナイトブラックのマグノなのよ。へえ。預かったら、はい、エンブレムメッキだし、はい、こういうとこあのグロスじゃないし、あ、そうなんですか、そう、あれっつって、でそこからちょっと仕様をガラッと変えて今回のこの仕様になりました。全部真っ黒になってる。そう、もうあのゲレンデ限定車とか仕様違いが多すぎて、うん、分からない。そうだよね。だからここもこれあの半ツヤ黒じゃないのよ。あ、これボディ同色っすね。そうなの、ボディ同色。だから一体感あるんですね。全部エンブレムも AMG のバッジもこの縦も、え、エンブレムもっすか？はい、本当だ。全部ボディ同色で塗り直し、はあ、でブラッシュガードも純正は半ツヤのシルバーかグロスブラックかしかないんですが、これも同色で塗ってあります。だからめっちゃ一体感があるんですね。そう、なんか普通に塗った車と全然違うなと。そうなの、そうなの。だ通常こう純正、まあ、今までの流れ、はい、っていうか定番的なやり方だと純正でマットブラックの車はグロスの黒を使ってこうメリハリをみたいなね感じで仕上げてきたんですが、今回はもうじゃあいっそ全部同じ色にしちゃおうっていう。あ、そういうことなんですね。そうです。なんかわかんないけどすっごい雰囲気いいなと思ったんです。そう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 。でまとまりあるなっていう。そうそうそう。どこ塗ってんのか塗ってないのかわかんなくなっちゃってるというか、うんうんうん、全部同じ色なんで、うんうん、はい、そうなんと思ったらやっぱりここ全部同色になってる。同色です。でこれアメリカでもう、はい、ブラッシュガードねほぼ 100% だよね。ほぼ 100% ついてましたね、上か下か。あ、こちらが装着されていると、はい、これ似合いますね。やっぱりこれ似合うね。これやっぱ黒いボディ特に似合います。はい、こちらも装着あるのとないので全然違う。そしてあとはボンネットが、ボンネットとリップと、あ、リップも、はい、プラバスのリップとボンネットと、でボンネットも、今回マットのカーボンで、仕上げて、で網もマットで塗り直して、で B マークの周りのメッキの部分ももちろん黒く、ここっすね、色を入れて、ここも同色じゃないですか、もしかして。ついてあります。はい。これボディ同色。同色です。マットじゃないですね。はい。細かい。でこれボンネットこうワイドスターにしなくても乗せるっていうのは、もう以前の動画で力説してましたよ、ね。はい。でそれからいろんなあの他のコンプリートカーとかも見たんですけど、うんうん、あの言ってる意味が分かりました。はい。やっぱりリップだけでももちろん成立するんですけど、うん、リップとボンネット乗せると他にもカイエンとかテクアツ出てるじゃないですか。やっぱりこうやった感と全然違う、顔つきが全然変わってくるっていう。でこっちも効いてくるんですよ、こっちを足すと重要だ、 こうなるんで両方目立つというか、そう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 、変えた感が出てくる、厚みがドーンって、ね、あとカーボンパーツってやっぱりツヤありツヤなしで全然表情違うなっていう、はい、
思いました、はい、で今回他同色で塗ってるんで、はい、まあ、今回はマットでマット一択かな、はいはい、でこういう細かいところがやっぱり他にも効いてるかな、はい、で言ったらもうこういうとことかもメッキ本来だったら残ってるわけじゃないですか、うん、だその辺が一切なくなってるっていうのはかなり効いてるかな、うんうん、はい、そしてあとは横に早速回っていきましょうか、はい、やってまいりました。はい、やってまいりました。このホイールがもう、はい、まだ引き出しがあったんですかと思いました、はい、でこちら HRE のこのメッシュの、はい、まあ、いわゆる定番のメッシュのデザイン。そうね、300クラシック、まあ、クラシック300っていろんな車にね今まで履かさせていただいたと思うんですけど、今回は24でゲレンデっていう。で、まあ、タイヤも気になるところなんですけど、はい、まずそのホイールのデザイン、はい、この派生なデザインって、うん、もう言ったら BBS の LM みたいな、うん、そこから始まっていろんなメーカーでいろいろ出てるじゃないですか、はい、で勝手なイメージとしてはクーペセダンが一番こうマストだろうなっていう勝手なイメージだったんですよ。四駆にあんまりこれを持ってくるっていうイメージなかったんですけど、うん、はい、まあ似合いますね。似合うね、やっぱりこれ絶妙な色合いと、あとはこのタイヤが今回効いてると思うんですよ。そうそう、だこれでね、やっぱりこう外形が小さくなっちゃうとちょっと貧弱に見えちゃったりするけど、ちゃんとタイヤ外形を少し大きくしてあげれば力強さは出るなと。以前一度撮らせていただいた400でしたっけ、はい、あれで履いてたワンサイズ、大きいサイズの、そう、はい、1個大きいサイズの24インチのコンチの6使って、履かせてます。だから両方ないと多分成立しないというか、また別のバランスで見えてると思うんですよ ね、 うん、なんか改造車感が出るというか、うんうん、あんまり薄いタイヤにすると、うん、まあ、ちょっと貧弱な感じが出ちゃうというか、はい、今回はこのコンチ6で割とこのサイドウォールも丸いんで、はい、よりこう厚みと大きさが強調されてるから、うんうん、で多分ボンネットありなしとかでもこのホイールの見え方って変わってくる。そう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 、結構ね、そのボディ側が肉付きしてって足元がちょっとその外形が小さいと足元弱くなっちゃうし、非常にそこのバランスって難しいと思いますね。前回の400の時でも言ってましたけど、うん、それこそ何も外装プラスアルファしない、ボリュームアップしないで、はい、うん、タイヤホイールだけバチンでかくしました、うんうん、車高も落としませんって言うと、うん、なんかこう馬車みたいな、そう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 、ホイールが走ってるみたいな感じになっちゃうんですけど、これ大きくしてるのに、うん、本当にまとまりがある。そう、なんかこう力強さというか、こう塊感というかね、踏ん張り感というかがあるなと思います。あとは思うのはこの HRE のこのマットの質感、いろいろ好みあると思うんですけど、ちょっと頭一つ抜けてる感が、うん、はい、そう、もちろん他のブランドもいろんなマットとかいろんなカラーのやつあって、うん、すっごいかっこいいとかもあるんですけど、うん、このブラッシュドのマット感って、うん、一番なんか HRE がマットマットしてる、うん、そう、なんかその金属感出てますよね。このライン、R のところがね、こういう感じと、そう、はい、そう、分かりますよ。だからなんかその求めるところによって違うんですけど、一番そのなんかアルミ感というか金属感を出したい人には、うん、持ってこいな、そうですね、フィニッシュかなと、はい、でこれリムもよく見ると、はい、ポリッシュじゃないですもんね。ポリッシュです。あとポリッシュドダーククリア、だからあのピカピカのポリッシュじゃなくて、そう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 、ワントーン落としてるリムになってる、はい、だこれがリムもピカピカのポリッシュだとまた見え方違う、また違うね。そう、今回はセンターディスクはフローズンダーククリアで、アウターリムは、ポリッシュドダーククリアというような。これリム目立たせる目立たせないもまた奥が深いですよね。そうですね。だからこういうふうに今回は正直その今までみたいにセンターディスクサテンブラック、はい、アウターリムグロスブラックでも良かったんだけど、黒黒で、はい、だけど、まあ、ちょっとこうエアロつけたり、まあ、ブラッシュガードつけたりリップつけたりっていうのをやったんで、少し足元華やかになった方が全体的な雰囲気がいいかなと思ってこういうフィニッシュにしてあります。こんな感じになってると24やっぱいいっすね。いや24ね、だからそのアウターリムがあるような3ピースの24インチってそんなにね大きすぎず見えないっていうか、はい、これで多分2ピースでスポークが端までバーンだったらでかってなるんだけど、そこの部分がいい具合に中和されてて、まあ、ディスクがワンサイズちっちゃくなりますから、ね、そうそう、でなおかつ今回リムがあんまり目立ってないんでそんなにこう大きい感じがしない、うん、ちょうどいい感じに収まって、うん、そしてあとはキャリバーの方が、はい、これ純正黒ないんです。ないです、未だに。なんで、黒に塗って白の MG ロゴ。これブラバスにはしないんですね。
ブラバスにはしないです、はい、それはこだわりというか、ブラバス、ね、ブラバスさせる感じでもない、うん、まあワイドスターだったらなんかこうそっちワイドスターでオプションいっぱいつけてってブラバスはありだと思う、うん、もしくはブラバスのホイール履くんであればとかね、うん、やっててもいいと思うんですけど、うん、今回はだから言わないと分かんないですよね。あれ黒どっかで頼めるんですかみたいな、確かにどっかのディーラーだったら黒いけるんですかみたいな、そんな感じですけど、まあ、さりげなく黒くなってる、はい、そして車高も今回結構そうですで、あとはタイヤサイズ大きいんで低く見える、そうだ、そう外径上げてるんでこのフェンダーとの隙間っていうのは結構同じ車高でも、狭いように見えるような、3本入らないぐらいですかね。そうですね、真横で2本ぐらいこんな感じのクリアランスになってます。でこれローダウンしてるのが壁の DDC です、はいはい、で最初は、ノーマルタイヤホイールで一旦納車してて、でその時はダウンサスを入れて納車をさせてもらったんですけど、まあ、お客さん1回ちょろっと乗ってやっぱりいつでも踏める足がいいかなということで、カーベイの DDC180 万するんですが交換いたしました。180万ってすごいですね。180万、足回り180万ですよ、はい、で実は以前に動画撮らせていただいた、うん、オールペイントした800も、はいはい、あれもカーベイの同じ足回りです、はい、で高速なんかも試乗させてもらったんですけど、めちゃくちゃいいよね。抜群にいいですね。いい、びっくりしますよね。そうなの、だあの乗り味を知っちゃうとやっぱり、まあ、しゃあねえかなっていう、まあ、全然あのダウンサスでも OK っていうか僕ら許容範囲じゃないですか、うん、乗り比べちゃうと、うん、いやこれ180万でもこの乗り心地乗り味ゲットできるんだったらそうこれいいなってなりますよね。知っちゃうとね、びっくりしますよね。びっくりする、車の挙動がまるで違うという、違う、だもうこの車もこんだけローダウンしてて、まあ、実際純正より50ミリぐらい下がってて、で24インチ履いてて、ね、はい、でまあ、タイヤは、ね、厚みで取ってるけど、まあ、あの24インチ履いてて乗るともうほんとノーマルかノーマルよりいいんじゃないかみたいなぐらいの、もう全然この足回りがこうなってることを想像させないぐらいの乗り味、本当に路面に吸い付く感じしますね。感じする、はい、これ本当に冗談じゃなくて、ね、カーベイからお金もらってるか案件で喋ってるんじゃなくて本当にめちゃめちゃいい、本当にやばいっていうのは、僕らドイツ行った時もちょっとそれ感じて、うん、あのカーベって今めちゃめちゃ勢いがあって、はい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 、純正にもこうオプションで製品供給してたりだとか、うん、あとはいろんなそのオフロードのメーカーをこう買収して、そのオフロードパーツ の, その足回りもなんか作れるようになったりとかして、今ものすごいこう技術とその設備投資のお金があってものすごいいい製品が出てきてるんですよ。ゲレンデちょっとまあ180万結構な金額しますけど、うん、まあ、乗る機会があればぜひ乗っていただければもう納得できるぐらい、うん、そう本当これはね、あの橋本ゴブレセンさんはね、はい、試乗会をやるべきです全国でそれ本当に思いましたよ。乗ったら抜群にいいんで、特にゲレンデオーナーさんだったらもう本当にこれいいじゃんってなりますよね。そうもうなんかその正直その、まあ、店から出るだけでも違うっていうか違いが分かる、そんな足回りか。そしてもちろんあの車高の調整もはい、一応ね、そのフロントは割とこう自由度があってリアがもうあの別体なので、まあ、限界はあるんですけど、調整もできます。ある程度もっと上げることもできる、応じて調整もできるようになっております。あとはもう全体的にもう真っ黒ですね。真っ黒です。このサイドステップもそうですし、はい、エンブレム関係も同色。あ、これ同色なんですか。はい、同色です。そしてさすがにここはどうかなって、そこはさすがに、はいはい、サテンであの黒くなって、はい、ラッピングしてあります。これあのヨーロッパも行ったんですけど、やっぱりステップメッキ範囲大きいんで、うん、黒くしてるケースやっぱり多いですね。特にチューナーものなんかは、はい、そうだよね。そうするともう横の一体感が全然違う、全然違うもんね、はい、お願いしてくれます。あとは電動のはいステップついてます、はい、これ好評ですね。今出ないです。あ、そっか、はい、あのオンオフできるので、はいはい、まあ、出したくないとか、はい、狭いところ止めるとか、そういった使い方もできた、はい、そしてあとはマフラーの方が、はい、マフラーもうここまで来たらブラバスのマフラーですけど、はい、黒い方ですね。黒い方です。150万円ぐらいするやつですね。そう130万ちょっとかな、はい、うん、こちらのマフラーが装着する、はい、まあいい金額しますけど、音がいいのと、そうね、車検対応、対応なんかあの今車検対応だと軒並みなんかこう車外マフラーでも静かになっちゃったりするじゃないですか、うん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 、そんな中ちゃんとあの、まあ、車検対応って言ってもその基準を満たした E マークがついてるっていうところなんですけど、うんうん、まあ、車検は 100% 合格保証するもんじゃないですけど、まあ、きちんとした基準にのっとったマフラーがついてる、はい、
で、まあ、純正プラスアルファの音もして迫力のサウンドで、はい、こちらもでスイッチで純正のスイッチで、ね、はい、もう全部開けたら閉めたりできます、はい、こちらもついてます、はい、そしてあとは後ろも、はい、そして後ろはリップというか、そう、アウターリムがフロントが 2.5 インチ、リアが3インチの、どうしてもフロントはキャリパーが大きいんで、はい、ディスクをこう表に出さないと逃げないんで、じゃあコンマ5インチだけちょっと厚みの、はい、でも全然表情違いますね。全然違うよね。これディスクは両方ともフラットですか？こっちがハイオフセットプロファイルって言って一番、タブからこう立ってるやつですか？そう、はい、コンケーブしてない。でこっちはミディアムなんで少しコンケーブしてる。あ、なるほど。じゃあその辺もあってかこう表情の違いが、そう、前と後ろでね、前後で違いますね。で後ろもちょうどいい感じですね、はい、指1本分ぐらい後ろが、そうですね、これまあ車高調だったら前後こう調整できますけども、うん、ダウンサスもいろんなメーカー今出てるじゃないですか、うんうん、もうダウン量もそうだし、うん、あと前後のバランスが全然違うんですよね、メーカーで。そうなの。でヨーロッパ全般ってテュフの関係でなんかちょっと後ろが高めだったり、うん、で他のメーカーだとそれを考えてちょっと下げてるものだったり、うん、いろいろあるので、うん、まあ、その辺はもう散々こう見てきたし触ってきましたからね。ご要望をお聞かせいただければ、はい、まあ、その辺、まあ、理想に近いものをご提供することができると思います、うん、であとは横はこんな感じですか？そうね、横は特になくて、はい、後ろはエンブレム塗ってるぐらいかな、はい、この背面は今マヌファクトゥアープログラムプラスで同色になっちゃうんで。あ、そうなんですか。そうだから背面は特にラッピングしてるとかじゃなくて、もともとこの仕様で新車からさ、完全にうちの仕事が、そうなんですよ、メルセデス、はい、奪われて勘弁してくださいって感じですよ、はい、だから、まあ、まとまりは、はい、まあ、プラスアルファ、まあ、純正でできないところは言っていただければ そ,、ね、うん、そんなこともできるようになってます。じゃあ最後になりますけれども、はい、まだこれ完成形ではないんですよね。ないです。なんせ走行距離まだ70キロなんで。マジですか？はい、これから、まあ、70キロのうち多分30キロぐらいうちなんでまだこれからなんですね。はい、これからです。これからなんか大きいプランがあるっていうふうに聞いたんですけど、はい、一応、まあ僕勝手に言いますけど、まあ、お客さんもちょっとどうしようかなみたいな感じなんで、これを公開することによってプレッシャーを、はい、プレッシャーをかけていきたいなと思うんですけど一応この状態で800にしようと。 G800 馬力になる、はい、これワイドスター組まないで800馬力にする。そう、初じゃないですか？そう、初だね。そうですよね。ワイド、まあ、大体皆さんがやるのはワイドスターにしてセットですもんね。そう、プラス800馬力っていうパターン。700まではナローというかサブコンね、はい、そうね、ありますけど、うん、ワイドスターにしない800もできます、はい。でこれ詳しくない方だとこの2人何言ってんだって話なんですけどワイドスターと G800 なんか世の中的に一部でごっちゃになっちゃってるじゃないですか。じゃないんですよね。ないです。ワイドスターキットっていうのはこのワイドボディになるエアロキット、はい、で G800 っていうのは、はい、もうそのボディの動向関係なく800馬力になるやつ、はいはい、で両方やると、うん、G800 ワイドスターになる。そうですよね。で今回はこの、まあ、ナローって言ってももうすでに AMG の、ね、ワイドなフェンダーついてますけど、このまま800馬力です、はい、でメニューとしてはそのタービンを外してドイツ本国に送って、はい、ハイフロー加工してもらって、はい、プラスサブコンで800馬力、はい、800馬力、800馬力ってもう国内で乗るとロマンの領域ですけど、これもちょっと試乗会したいぐらいですよね。そうだね、本当。でも800馬力は下道じゃ分かんないじゃん。そうですね、高速乗らないと多分実感できないんで、結構試乗会も難しいかもしれないね。世の中のほとんどの方がいや全然63ノーマルでもう十分速いよって。あ、いや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 、日じゃないですよね。びっくりする、びっくりする、まあ、なかなかこんな感じですよっていうの動画以外と届けするの難しいと思いますけど、うん、興味のある方いらっしゃれば、はい、なかなかそのタービン外して送ってっていうのができる国内できるところも少ないと思いますので、そうね、確かに。ボンド名古屋にご相談いただければ、はい、いろんなことができると思いますので、はい、ぜひご相談ください。というわけでボンドチャンネルのチャンネル登録もぜひよろしくお願いします。最後までご視聴ありがとうございました。ありがとうございました。Breath mints, yeah. You rock fake jewelry, I need a EpiPen. That bitch fucking with a shrimp, she has to tear it.